ラッセル・デーナ・ファイン・ゴールドはアメリカ合衆国の政治家。ウィスコンシン州上院議員、ウィスコンシン州選出連邦上院議員を歴任した。所属政党は民主党。1953年3月2日にウィスコンシン州ジェーンズビルで東欧ユダヤ系の家庭に誕生する。祖父母は1917年頃に ウィスコンシン州に移住してきたロシアとガリツヤからの移民だった。父のレオン・ファインゴールドは弁護士で、母のシルビア・ファインゴールドは権利書を扱う会社に勤務していた。夫妻にはラッセルの他に子供が3人いた。少年時代にはブナイブリス少年機構とアーレフ・ツアーディーク・アーレフに所属していた。1975年にウィスコンシン大学マディソン校を優秀な成績で、 卒業後、ローズ奨学制度の奨学金を得て、オックスフォード大学、モードリンカレッジで学ぶ。アメリカに戻り、さらにハーバードロースクールで学んだ。学業を収めた後は1979年から1985年まで、法律事務所で弁護士として働いた。2001年10月に9.11同時多発テロの後に、テロと戦うことを名目に、 アメリカ国民を監視するための米国愛国者法に対して唯一反対票を投じた。その際にこの戦争をする何よりの目的は自由を守ることです。しかしアメリカ国民の自由を犠牲にすれば戦わずして戦争に負けてしまうことになるのですと主張した。2010年の中間選挙で共和党から出馬した実業家のロンジョンソンに敗北し、 2011年1月3日に連邦上院議員を退任する。ありがとうございます。